はい、夢の館からレアマかな。今日も高田先生にお越しいただきました。よろこんしにくお願ちいしは。ます。はい、岡村さん、はい。今日も前回に引き続い前て回に引き続いて。楽しい話をね、はしてい、よほろしいしんでくすおけ願れどいも、しお願います。しまはい。す。前回はですね、おかみさんからいろんな言葉とかカウンセリングに必要なね、基本的な姿勢というのを教えてもらったんですけども、今日はそれに引き続いて、もう少し深い話をしていただこうと思っています。前回に引き続いて、ということで、これですね、自己認知を上げるには、おかみさん、魂を育てて言葉を伝える磨く、これはどういうことなんでしょうか？やっぱり自己認知を上げるってことが私たちはこう自分の成長につながる。なので私たちはもう赤ちゃんの時におぎゃーっと生まれた途端にもう祝福を受けてるんだ。でもそれを記憶に残らないじゃない。なので、魂を育てるっていうのは、まず私たちが生まれたってことに感謝をして、でそれをこう自分が喜ぶことができるまでに、いろんなことが体験をして、いろんなことを、なんていうのかな、痛いとか嬉しいとか苦しいとか、いろんなことをなんか言葉に変える年齢になるまでこう時間かかるじゃない。で、言葉が分かるようになる時間が多分魂を育てる期間じゃないかなって。で、その言葉が分かるようになった時に人に伝えていく。で、それもやっぱり磨かなければ人には伝わらない。なので日磨本くっ語てっのはて誰いいでことも、かですね。誰かに習った？日本語。学校で でしょ？ 学校で習ったぐらいですよだね。よね。なので日本語を教えてくれるってないじゃない。そうですね。赤ちゃんの時に私たち生まれて、と周りの大人が、ね、私は沖縄なまりだってよく言われて、その沖縄のなまりをね、アクセントが強いってよく言われるのね。まあでもそれを直せない、まあ直す気もなかったんだけど、旅行者に勤めてる時に大手のこう内地企業だったんだけど、そのなまりどうにかならないって 言上われたん司ですのか？方に言われたことがあって、いいじゃん私って、でも、はあ、とか言いながら、まあね、復帰前みたいな話なんだけど、なのでそのアクセントだったり、その言葉だったり、でそれを誰かに習ったわけでもなく、ただ子供の頃に周りにいた環境だったり、大人がどういう綺麗な言葉を使って関わってたかってとても関わっ大ていたか。事じゃないかなって。そうですよね。なかなか言葉を大事にっていうのはないですよね。なので、私は親になってね、お母さんになってやっぱり子供に、息子とね、娘いるんで、その「いただきます」という感謝の言葉はなぜそういうふうに言うんだよってことをなんかもううるさいぐらい言ってたのね。なので言葉をすごく大事にして伝えた。なので、でも私はじゃあどうだったかっていうと、やっぱり自ら学ばないといけないっていうところに気がついた時に、そういうなんていうのか、言葉は大事だし磨かなきゃいけない。じゃあどうすればいいかというと、綺麗な日本語を使ってる先生に会うことだった。それが、道っていうのをつく人たちって綺麗な言葉使ってるんですね。なので、いっそ綺麗な言葉、美しい日本語っていうのかな。まだまだそこまで私も言ってないんだけど、できるだけ称賛の言葉とか、感じる言葉を伝えることが魂を育てるってとこに行き着くんじゃないかなって思ってる。すごいですね。前々からおかみさんのこの半生をお聞きして、そんなに周りでね、例えばおかみさんに誰かお茶を習いなさいって言ったわけじゃないですよね。お花を習いなさいって言ったわけでもないし、着物をちゃんと着なさいって言ったわけでもないし、言葉をちゃんと磨きなさいって言われたわけでもないですよね。でもやっぱりそういうものが大事で、ちゃんと自分の方にしようっていうのはすごいです生きね。るための、一番初めにする私の手段だったのかもしれない。多分ね。で、それが自己認知を上げる。私は綺麗な言葉を使ってると、周りにそういう人が集まってくるっていう、なんとなくね、俺も家から降りてきたものかもしれないし、けれども、でもそれを今度私が伝えていけば、気が付くっていうね、話前回しましたけど、気づくことは教えられることができないじゃない。そうですね、ね。多分ここにゴミが落ちてました。で、落ちてて感性が、魂がね、拾った方がいいよって言った時に、
気がついて拾うとその人の成長になるのね。でもゴミが落ちてて、ゴミ落ちてるから拾ってって言って、うんうん、入って拾った人の学びにはならないの。あ、だって言われてるでしょ、気づいてないでしょ。なのでその違い、なので魂を育てるっていうのは待つことでもあるのね、はい、その人が自らそのゴミを拾わなきゃいけないっていう感性が磨かれた時に、私は自己を認めることがにつながるかなと思ってるのね。その感性を育てて感性に触れるということが本当の、本当の言葉になってくるんですよね、ただ言う言葉じゃなくて本当に磨くいい言葉を自分で発して、その自分をこういうふうにちゃんと伝えるということなんですよね。なんか感性だけは教えることができないと思わない？ああ、そうですね。なので私は、ほら、それはそうですね。どこに行くと、とても嬉しいことに演劇があるでしょ。はいはい、ありますね。猫太郎さんによく連れてってもらってるんだけど、ものすごくそれも好きなの。で、そういう舞台を見たりすると、言葉を使ってるでしょ。そうですね。素敵な言葉をね。そうそうそう。それが感性を磨くことになる。そうですね。なので、エネルギーが私落ちた時は、その見に行くの。よく。なので、ね、東京行くとその人が演じてるものを見るというのが自分の感性を磨くっていうところに行くのね。そうすると魂がね、その育って言葉を伝えて、ほら、シュハリってあるじゃない、はい、よく伝えるんだけど、シュハリの前に私は学習するってところが大事だと思ってるのね。なのでシュハリは守り、ね、オリジナル使って離れていくじゃない、はい、なのでその学習するっていうのが、はい、その感性を育てる、うん、感じる心が大事かなっていつも思ってるんだけど、なので皆さんにね、誰かが人間が演じてるものを見に行くっていうのをすごいおすすめします、はい、なので森光子さん のでんぐり返りの、ええ、かなり若い頃に見たんですよ。でもその後にまたかなりね、後半の年取ってからのも 見せてもらったんだけど、はい、シュハリのリとかもさん、どれでしたっけ、ま、守り、離れに、どれだっけ、シュハリは神さんに守って離れて、オリジナルを作るんだよね、これが、そうですね、離れるね、すみませんね、あったかな、シュハリ、破る、歯が、これがあれですね、そうね、これが、そう、なので、その、それが私にとっての、なんていうのかな、そうですね、なんていうのかな、魂を育てる原点になってる。なので守るの前に学習をしなかったら守れないでしょ。そうですね、なので演劇を見たりして、その宝塚でもなんか好きなのね。でもそれを 見ることによって、あんな風な動きをしたらモテるかもしれないとか思うじゃん。そうですよね、素敵ですよ ねやっぱり品もあるし、ね、その素敵な、なのでお茶の稽古してて、私のお茶の先生もすごく素敵な方で、綺麗な言葉使うのね。そして NHK の出身の方だ。東京でそのアナウンサーもやってて、沖縄に帰られて、とても素敵な先生に出会って、こういう話の仕方ができるようになりたいなってずっと思ってて、なので学習して守って、ね、今オリジナリティを作って離れようかなみたいなっていう、でも道がつくのはね、なかなかなんだけどね。なのでその言葉の美しさが大事で、ちゃんとそれ自分のものにしようって思わないと、なかなか普通はできないですよね。忙しくて子供に向かってわーって言ったりとか、周りに向かって言いたいことだけ言うみたいな、綺麗な言葉でよく言おうっていうのは、おかみさんちゃんと心がけてやってるからそうなんですよね。それってさ、怖くない、自分の孫にそれが行くんだよ、ね、でも自分の子供にちゃんと伝えてたら、自分の孫は、その人間って動物だからさ、そこにちゃんと行くでしょ、なので私の孫が、その私が伝えたことをちゃんとやってくれたら嬉しいでしょ。そうですよね。なので子供にはその教育は伝わらないかもしれないけど、その子供が、私の子供が子供を持った時に、その分かるのよ、私があっちゃーと思ったのはやるのよ、同じようにうでも私が、あ、これ伝えたかったと思ったことをそば、でこう見てたら、その私よりうまくやるんだよね。ってことは私がきっちりこう魂を育てないと、家系図っていうね、の流れに行くかなって、なのでゼロ代、私はゼロ代なのね。なのでここからスタートする、で私の子供が1代で孫が2代でっていう、なので自分の魂を育てる、自己認知を上げるっていうことをしておくことによって、
実績になる。なので意識がその学習であるのね。で行動が守るところを習いに行くっていうのかな。で離れるがオリジナリティを作って破って離れていくっていうのかな。でそれが実績になったらいいかなって。なのでカウンセラーのね育成っていうか、あの伝えてるだけなんですね。私何も教えてるってことを思ってないんだよね。なのでそのカウンセラー養成講座やってるんだけど、伝えてるのね。なので宝さんって呼んでもらってるのね、先生でもなくてね。なのでその辺が私にとっては、あの私がちょっと先に生まれたんで、ちょっと先に生まれたものが、みんなにどう伝えていくかっていうのがテーマなのね。なので若い方もたくさんいらっしゃるのね、すごく嬉しい。それはなのでその子たちが結婚して子供が生まれた時の、あのね、あのおばちゃん先生に習ったんよって言って、こう子供を連れてくるっていうのがそのイメージの、ああいいですね、100年企業じゃないけど100年カウンセラーを育成できるっていうの、人間変わらないじゃない。なのであの修了書に、あのきちっとした服をつけて私頑張るっていうなんかものを持ってるのね。じゃないと伝えられないかなって、自信っていうのがぶれない。それは常に私がもあの学習していかなければいけないことかなって思ってる。いやすごいですね、そのやっぱりおかみさんから学ぶ人はそういうおかみさんの人生の姿勢をね学べるのがすごく素晴らしいなと思いますよね。いや本当に、はい、ということで、次のねところに移る前に、はい、おかみさん最近はどうですか、最近は何をしてますか最近なんか面白いことが、昨日なんだけど、はい、昨日の話だよね、はい、ちょっとね放送とずれちゃうけど、はい、あの全然大丈夫です、はい、一番星の会っていうのがあって、はい、カウンセラー卒業生、そうそうそう、はい、でそれはあのどうしても卒業10回ね、はい、皆さんと勉強してきて、はい、その講座で学んだ後に、はい終了しました、どうぞカウンセリングをやってくださいって話すことも必要だけれども、でも1ヶ月 そこでみんながそれぞれね、はい、あのみんながそのカウンセラーになるわけではなくてね、だけれどもその職場の中で一人カウンセリングができる人がいると、コミュニケーションがうまくいくと生き方が楽になったっていう話を昨日もしてくれてて、よかったなと思って。なのでそういう集まりっていうのかな、フォローっていうのかな、でもそれで私がモチベーション上がるので、別にそこでお金が生まれるわけじゃないのよ、はい、なのであのお金では買えない、私は人と人とのなんていうのかな、コミュニケーションが取れる唯一の場所、触れ合い続ける場所ですよね。なので1期生から10期生まで集まるでしょ、で262の法則って言って、その会の、2割が来たらもう成功って言われてるけど、2割超えてるのね。すごいですね。もう昨日なんか2割超えてるよ先生、分かってるって言われて、いやそれすごく嬉しかった。なのでこれを受講して終わりではないっていうのかな、あの人としてどうあの生きていくか、どう死んでいくかっていうことなんだけど、もうなんかそれがすごく、お金では買えない仲間がいるっていうことはもう本当何物にも変えられないものなんだなっていうのを月に1回感じることができて、もう会場も狭くなってて昨日、いや嬉しいなと思いました。素晴らしいですね、いやでも本当に、おかみさんのお弟子さんがねたくさん増えて、あのおかみさんみたいな人が会社に一人いたらすごいですよね。いやがましいよね。いやどういう会社になるんだろう。いやがましい、おかみさん会社に一人、うちに一人いたらすごい影響力だろうなと思って、すごくいいみんながねまとまって本当にいられる場所になるんじゃないのかなと思いますよね。だからやっぱり学んだこと振り続けてね、やっぱりそれだけで終わりじゃなくて、やっぱりしばらくちゃんとその人間的なお付き合いをするってすごく大事ですよね、感謝をするってことが忘れないってことかな。私は誰のおかげで今ここにいるのか、誰のおかげでこういう仕事を ね、やらせてもらってるのかっていうのかな、それを忘れた時に私はアウトかなって思ってて、なのでね小田君との出会いも本当感謝なんだよね、はい、こちらこそ、ね、なのでこういうね、神様からいただいたテキストみたいなのできたし、はい、こうやってなんていうの、日本中の人に、世界の人に広げようとすることができたじゃない、そうですね、なのでそのプロデュース力みたいなのもやっぱり人間として学んでないと痛いでしょ、一緒にいて、そうですね、本当に、いやいや本当にいろいろ学ばせてもらってます、痛いのよねなのでそのぐらいの、なんていうの、相手っていうかな、こう、
プロデュース的な人とも出会うことができたりする、うん、なので自分を磨くって大事よね。そうですよね、やっぱりね、うん、素晴らしい。で岡村さん、じゃあ次に行きましょうね、うん、次は岡村さんの好きな言葉を紹介したいんですけども、うん、ちょっと読んでいただいた方がいいかな、見えるでしょうかね、うん、打つては無限というね、素晴らしい、これは詩ですか。そうですね、メッセージですか。メッセージだと思って、はい、私は思ってるんですけど、うん、素晴らしい名画よりも、うん、とても素敵な宝石よりも、はい、もっともっと大切なものを私は持っている、うん、どんな時でも、うん、どんな苦しい場合でも、うん、口を言わない、うん、参ったと泣き言を言わない、うん、何か方法はないだろうか、うん、何か方法はあるはずだ。周囲を見回してみよう、うん、いろんな角度から眺めてみよう、人の知恵も借りてみよう、必ず何とかなるものである。なぜなら打つ手は無限にあるからだ。それをね、私ね、呉服屋さん今もやってるけど、はい、やってたでしょ、やっぱり裁断をするのね。で、あの着物って1枚しかないのよ、はい、うん、1枚の布を、そう1枚しかないというか、はい、この世に1つしかなかったりする。オリジナルで作るから、そうそう、ね、はい、ハサミを入れなきゃ着物にならないでしょ。そうですよね、怖いのよ。高いですよねもうお金で買えないのよ。この空気だったり季節だったりで、うん、あの色が変わったり、うん、織なんていうのはもう1年で作ったりするでしょ、うん、なので今日私が着てるのは久米島紬なんだけど、うん、やっぱり1年かけて作り上げるのね、うん、糸を染めたりっていうの、うん、なので一人ではないって思うために私この詩を一人では、自分自身が一人じゃないっていうことですか、ね、万が一あっても必ず打つ手は無限なんだって。だから大丈夫と思ってハサミを入れたりする。そうですよね、で、ね、に助けられたかなあ、そうですか。とで、あと会社は、まあ、経営者としてね、そうですよね、経営者と今度は生きてる時にやっぱりお金の問題もあるでしょ。いろんなことがありますよね。なるほどね。うわこれ大変だったと思っても、うん、もう逃げないのね。例えばお金が今日支払い日だ、はい、もう難しい、うん、でもいつこの日には払える、うん、逃げたら苦しいじゃない、うんうん、そうですね、でも逃げないで、変更してもらうっていう素直さ、うん、謙虚さ、うん、で相談をする、うん、そうすると解決をして、うん、心は痛くないの、うん、まあ、心が痛いっていうか、なんか成長する、うん、その一人で悶々としてると苦しいでしょ、うん、でも必ず打つ手は無限だから、うん、ね、そこの先さんに頭を下げる、うん、それもこの詩が、うん、そうですね、結構私の中ではヒットなんで、うん、なのでいつも眺めてるんですね、うん、なんかあった時は開けて、そうだよな、一人じゃないよなって、うん、そうですよね、うん、なんか人ってすぐなんか、うん、自分で自分を追い詰めてしまったりとか、もう無理なんじゃないかとすぐ思っちゃいますよね。でもこういうものがちゃんとあったら無限にあるっていうのはいい。そう、私なんかもう本当入ってしまうと自分で殺してしまうからね、うん、もう立ち上がれないの、エネルギーが自分に向かっちゃう、もう立ち上がれないと思うでしょ。なので打つ手は無限だよって、誰に相談したらいいの、周りにね、誰かいるんじゃないの、眺めてみようって思った時にあったじゃん、うん、そうですよ ね、 ね、うん、なので必ず一人じゃないって、どうにかなるって相談してみようって、なのでここでも私素直な感情、キーワードは素直だと思ってるんで、うん、おみさん素直ですよね、うん、ありがとうってすぐ言える素直さが、教えて教えてすぐ言うしね、わからないもんね、わからないことを分かったふりするのほど苦しいことはないので、うん、これは何って聞く素直さ、うん、でね、一時の恥はなんとかっていう、うんうん、ね、聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥って言いますもんね、それ言うもんね、なんかそれが素直な原点かな、うん、行きやすいよね、その、うん、そうですよね、分からなかったら聞くって、もう困ったら誰かに助けを求める、それすらもうなかなか人間ってできなくなっちゃってますよね、うん、なぜか ね、 ね、うん、なんだろうね、もうちょっとこれ大事にではもう一つ、行きましょうか、足跡ですね、足跡、ですね、この、まあ、長い文章があるんですけれども、ここだけ抜粋をね、うん、して、書き抜きましたね、うんうん、私ね、この足跡っていう詩を、はい、カウンセラー寄せ講座の一期生が教えてくれたのね、はい、あの先生ねって、うん、この詩のようだよって言われたの、どういうことって聞いたら、あの、ね、ネットだけで見てって言われて、うんうんうん、なので、あの神様、私が苦しい時に、うん、その先生の背中に
おむしてもらったような感覚になったって、うんうん、いや講座やってよかったなって思ったのがこれだったのね、うん、なので、砂浜に行くでしょ沖縄、はい、どこに行っても砂浜あるじゃない、はい、そうすると砂浜を見るとこのワークがしたくなって、うん、じゃあ手つなぐよって言って手をつないで砂浜に足跡、うん、なら2人の足跡だから 4つの、ね、足跡がつくじゃない、うん、でこうやって手をつないでこう4つの足跡をつけていくの、うん、で一人でしっかり足跡をつけていってって言ってちょっと歩いてもらって、うん、で私遠回りしてまた手つないで歩くの、うん、でそこからちょっと振り向いてみてって、はい、自分の人生振り向いてって言って、うん、何が見えるって言ったら足跡って、うん、4つの足がね足跡こうやってある時は、ね、2人の足跡がある時は神様がね、うん、もうあなたの神様でもいいし大天使でもいいしもう何でもいいのよ、はい、あなたを守ってる人がいるのよってでそうやって歩いてるって、うん、だけどなんか一人の足跡しか残ってないところは何だと思う、はい、って聞くのね、うん、そしたらわからないっていうね、うん、でもまたなってるよねって言ったらその一人だった時は、うん、あなたはどこに行ってたと思うって言ったらおんぶされてたんだよってだから神様はいつもあなたと一緒にいるんよっていう文章がとても好きでなので元気になったらまた降りてこう歩いてるじゃんっていうワークをするの足跡ワークって言っていいですね実際にねこれが体験できるって沖縄ならではでしょ、うん、そうですね砂浜に行くとできるのでもうウズウズしてくんだ足跡ワークって言って素晴らしいよくよねよく砂浜見つけたらこの詩をやってみてくださいね皆さんに、うん、そうですよねやってみると分かるんで体験するとね分かる感じがしますついついその僕たちは一人で生きてると勝手に思い込んだりとか、うん、誰にも応援されてないって信じてしまって、うん、無意識のうちに、うんうんうん、うでも実はいろんな人に自分は、うん、助けてもらいながら、うんうん、励ましてもらいながら来ているんですよね、うんうん、でそれを忘れなければ ねまたそういうことにあっても全然おかしくない、うん、心の支えでね、うんうんうん、やっぱりその幸福ってね訪れるじゃないですか、うんね、人間ってどんなにうまくいく人でも ね、うん、なのおんぶしてもらったっていいんよねそうですねっていうことがわからないのよ、うんでおんぶされていることすら分かんないのよねなのでそこに気がついた時にもう涙止まらなくなってああそうだったんだって言ってで悲劇のヒロインになるのはもうやめようって思うのねそれが分かった途端に何かスイッチがあって入るなので悲劇のヒロインになる続けると苦しいだけでしょそうですね、なので自己責任という言葉が出てくるんだけど自分で責任を取ってやめることを決める選択をするそうした途端に神様がいるとかね、うん、何でもいいですよ宗教、うん、宗教持ってる人は強いから何でもいいんです、うん、持ってなかったら自分教そう鏡をねだってね、うん、神社行くと鏡が置いてあるじゃないですかそうですね、うんまあ、頭下げたら何が見えるのって、うん、自分でしょ、うん、そうですねなので私は自分教って言って自分が見えるのよだから誰を信じるの自分を信じないって、うん、誰を信じるの、うんね、神様はちゃんといるんだから自分を信じて、うん、自分の人生をプロデュースしていいよっていう許可が大事なの、うん、なので本当に卒業していくっていうか終了していくと、はい、自分の歩きたかったことが、はい、一歩踏み出せるなのでそれが終わったらね100歩歩けるわけではないのねなので生きやすくなる一歩だけポンと背中を押すことが大事かなってうん、いやでもその一歩がね、うん、なかなか人間って今言ったみたいに最後まで一人で孤独に頑張っちゃったりとか、うん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 、人からしてもらってることもわからない、うんうん、っていうことがあったりするので、うんうん、でも本当に自分教になって、うんね、そう自分は素晴らしいと思ってね、うん、一歩踏み出せたら、うん、なかなか素晴らしい人生が ねその後待ってますよね楽よねその方が ね、うん、だって私たちはそんな苦しむために生まれてきたわけでもなく、やっぱり楽する人っていいかなって、うん、そうすると周りの人がものすごく、うん、応援してくれるのね、うん、何か楽しそうなことをやってると、うん、何やってんですかって見に行くじゃない、うんうん、そうですね、ね、うん、そうですそうです、うん、ってことは楽しいことをやってるとみんなが見て自分も手伝いたいって言ってくれるでしょ、うん、なので楽しんでないと、うん誰も周りに寄ってこないっていうのも一つ、ねうん、なので笑ってる人の方にがいいじゃん、うんそうですよね、怒ってる人にはいかないよね、うん、誰もねなのでまず口角をこう上げる、うん、でこれも訓練なんで、やっぱり訓練をして
行くことが訓練だと思う。口角上げる。そうですよね。それで行くの訓練ですよね。できないよね。なかなか確かに笑顔をね。そう。なので訓練をして自分のなんていうの自己認知を上げていく。そして自分の後ろにいる神様を大事にするってことは自分を大事にしてるんだよね。そうすると神様と共に手をつないで歩くことができる。素晴らしい。っていうね、あのネット開けてみんな見てください。結構長い詩なんで、ね。マーレットスパワーズさんのね、書いてますよね。素敵な詩だなって。いつもいです、ね、読んでて感動してます、おかみさんのその砂浜ワークをぜひね、はい、皆さん受けてみてください。ぜひぜひ一緒に沖縄で、ね、砂浜ワークしましょう、ね、本当にでもそういう感覚を時々持たないと僕たちが忘れちゃいますね、本当にね、本当にあのいろんなことも起きるんですけども、こういうおかみさんから学んだりね、素敵な言葉に出会ったりとか、そういうことですごくなんか救われるところがたくさんあるんだなと思いますよね、一人じゃないなっていう感じがね、はい、おかみさん、ですね、カウンセラー養成講座の話ちょっと戻りたいと思うんですけども、まあ、今まで見ていただいて本当にあの分かると思うんですけども、カウンセリングを教わってるんじゃないんじゃないかなって感じがどうしてもしますよね。その自分教を作ったりとかね、おかみさんから学ぶっていうこととか、あの本当に僕はまあいろんなカウンセラーの人知ってますけど、やっぱりそのおかみさんぐらいそのあり方っていうかね、そのこの自分の生き方というのをちゃんとその追求している人はいないなっていうふうにいつもいつも思います。でいつもハッピーっていうことで、いつも笑顔だし、いつもハッピー本当なのね、もう自分の機嫌は自分で取るっていうのはキーワード、自分の機嫌は自分で取る、自分で取る、誰かに取ってもらうとすると共依存になるでしょ。そうですね、なので今日はどうしたら私は嬉しい、っていうふうに機嫌を取る。なんで私機嫌悪いの、悪いの今日って言ったら、はあってて答えが見えてるでしょ。そうするとそれを解決にするとまた機嫌が良くなるでしょ。なので誰かに取ってもらおうとするのはもうやめたの。すごいですね、さっきおかみさんが言ったその悲劇のヒロインにならなくていいって、そうじゃないところに行こうよって、やっぱりいいメッセージですよね。ぜひあの来てもらいたいな世界中から、でも今ね実現してるからね、もうもっと世界中から来てるからね、やっぱりこういう感覚っていうのを早く早く、おかみさんの場合ね、本当にご苦労されて早くから働いたりとかっていうのがあったから、そういう修行なんでしょうね。でも今衣食住足りて会社に勤めていればお金がそこそこもらえてもいても、やっぱり何か自分で勝手に不安になったりとか寂しくなったり、周りの人を悪く見ちゃったりとかね、いろんな人にお世話になってるんだけど忘れてしまったりとか、なんかせっかく衣食住足りてるのにこんなまだ人がうまくいってないってなんか不思議ですよね。なぜなんでしょうか僕が来たいんですけどなぜなんだろうか、やっぱりその、ね、私にもよくわからないけど、そう自分教なので、感性を磨くってところに行き着くかな。ゴミを拾える自分になる、誰かに言われてやらないってことはその人生と一緒でしょ。感性を磨く、なので感性磨くってことは何かを感じる、その感じることを習いに来る、そして幸せになる、幸せになって当たり前、当たり前っていうのが講座かなそうですよね、衣食住足りて本当に仕事もあって、それで幸せを、ね、感じられないっておかしいですよね、そしたら次の幸せを感じられる自分に作っていくことですよね、自分が幸せだったら貢献したくなるでしょう。そうですよね、確かにそうですね、本当にあの日本ってゴミも多いしね、ただ拾うとかね、そんなことすらなんかできなくて、でも分かってる人はちゃんとやってるんですよね、してないうちに誰かがゴミを拾ってくれてるんですよね、早く自分もそうなれたら多分ね、違う多分世の中が見えてくるんじゃないのかなって、次のステージに行くもんね。そうですね、思いますね、皆さんぜひあのおかみさんに会ってあの人生をもう一回輝かせるってことをねやってみてください。本当にあの素晴らしい方です。ありがとうございます、じゃあ岡村さん、いろんな話を、はい、あの6回シリーズでお伺いしました。本当にあの僕もいろいろ学ぶことばかりでした。またこの機会があったらぜひ、着物を着てその素敵な召し物で来ていただきたいと思います、よろしくお願いします。ありがとうございました、ありがとうございました。今日はここまでで終わりにします。また会いましょう。